皆さんこんにちは。大人気ドラマ「前徳女王」にも出演、クールなルックスで人気の高いキム・ナムギルさん。キム・ナムギルさんの性格から、当時人気絶頂だった少女時代ティファニーさんとの熱愛の真相まで、経歴についても詳しくご紹介していきます。名前キム・ナムギル、生年月日1980年3月13日、身長184センチ、体重64キロ、星座魚座、血液型 AB 型、出身地ソウル特別市、趣味ゴルフ、スノーボード、水上スキー。学歴ミョンジ専門大学演劇映像学科。家族構成父母弟。デビュー作学校。所属事務所スター J エンターテイメント。キム・ナムギルさんは高校生の時に演劇のイヤ王に感動し、舞台俳優を志すようになりました。本当は舞台をメインに活動する予定でしたが、知り合いからの勧めで俳優も志してみることにしたそうです。俳優デビューとなったのは1999年に放送されたドラマ「学校」。さらに2003年にはオーディションを経て MBC 公開採用タレント31期生となり、活躍の場を広げていくこととなりました。2008年まで違反という芸名で活動していましたが、事務所の勧めで本名のキム・ナムギルに改名したのだそうです。注目を集めたのは、まだ改名前に出演した映画「後悔なんてしない」。この作品においてキム・ナムギルさんは同性愛を演じ注目を集めました。さらに大きく注目を浴びたのは、2008年以降キム・ナムギルさんに改名してから同年に公開された「美人図」。主人公の相手役を熱演し知名度を上げることとなります。また翌年の2009年に放送された「前徳女王」では見事なアクション演技を披露。このドラマの瞬間最高視聴率はなんと 49.9%。 ここから一躍人気俳優となりました。そんなキム・ナムギルさんの性格についてですが、今まで演じてきた役柄もそういったものが多かったためクールな印象をついてしまったようですが、実際はそうでもないのだとか。撮影現場ではムードメーカーで場の盛り上げ神手。またイメージはなかなかしづらいですが、実は愛嬌もあるようです。共演歴がある女優ソン・イェジンさんはキム・ナムギルさんのことを、あんなに愛嬌がある人だとは思わなかった、本当に可愛らしい人と語っています。ジョークなどを言ったりと親しみやすい性格で、共演者からの評判も良いようですね。またジェントルマンな一面もあり、共演者のカバンをさりげなく持ってあげるなど気遣いもできるそう。ちなみにこちらもソン・イェジンさんからの証言です。これは間違いなくモテモテですね。そんなキム・ナムギルさんのこれまでの彼女は、最近話題となったあの人気女優たちです。熱愛説1人目はソン・イェジンさん。2013年に放送されたサメ愛の目次録や映画パイレーツで共演したことをきっかけに熱愛説が浮上しました。キャスティングにおいてキム・ナムギルさんがソン・イェジンさんを推薦したと言われたり、撮影現場や記者会見などで仲が良かったり、はたまた熱愛説が流れてから、とあるインタビューでソン・イェジンさんが結婚したい気持ちが高まっていると発言したり、とうとうこれで熱愛説は本当かと思われましたが、双方の事務所は熱愛を否定しました。一部のメディアでは交際4ヶ月など具体的な内容まで出ていたのですが、結局は事実ではなかった模様です。残念がったファンも当時は多くいたようです。熱愛彼女2人目はチャンナラさん。ある時チャンナラが KBS 優秀賞を受賞。そのお祝いを込めてキム・ナムギルさんが食事をご馳走したことがきっかけで熱愛説が浮上したようです。またキム・ナムギルさんがチャンナラさんの撮影現場にフードトラックを送ったことも、それが共演者のアップしたインスタグラムから分かり、やはり付き合っているのではと噂となりました。しかし双方の事務所はこの件に関して熱愛説を完全に否定。こちらも噂に過ぎなかったようです。熱愛彼女3人目は少女時代ティファニーさんです。2010年に有名焼肉店で一緒に食事していた
とそこから熱愛報道が出た2人。2人の出会いは2009年ドラマ「前徳女王」での撮影現場。当時大人気のドラマであり、ファンであったティファニーさんも撮影現場に足を運んでいたようで、そこで出会ったのではと言われていました。さて、話題となった焼肉デートですが、実は少女時代のメンバーであるスヨンさん、ヒョヨンさん、ユナさんも同じ場にいたそうです。キム・ナムギルさん本人もこのティファニーとの熱愛報道を受け、なぜこのような報道が出たのかわからないと否定しました。2人とも行きつけの焼肉店だったようで、たまたま同じ時間帯に食事していたため、目撃した人が勘違いしてしまったのでしょうか。結婚したい女性について、自分のことを理解してくれる人がいいと語ったキム・ナムギルさん。自分のことを理解してくれて、なおかつ自分が幸せな時に結婚したいそうです。結婚願望はあるようなので、理想に合った良い人さえ現れればすぐに結婚ということもあるかも。今まで特に目立った報道がないですが、今年で40歳になったキム・ナムギルさん、早く素敵な人と出会ってほしいですね。キム・ナムギルさんはバッドエンディング専門なのでしょうか。その演技力について追求していきます。クールで色気たっぷりのキム・ナムギルさんですが、実はバッドエンディングが多い俳優としても有名です。バッドエンディング専門とは、その名の通り劇中で亡くなるなど不運な最後を遂げる役どころが多いということ。今まで劇中で死亡した回数は20回以上。悪役ではもちろん、主演や前役でも。キム・ナムギルさんが注目されるきっかけとなった、前徳女王でも反逆罪で弓と歯を両方受けて死亡しました。これだけバッドエンディングが多いと、どんな役を演じても視聴者からしてみたら、また死んでしまうのではないかと思ってしまいますよね。また撮影中の怪我も多いキム・ナムギルさん。前徳女王では撮影中に落馬し、腰につけた歯が脊髄をついたり、最新ドラマの熱血司祭ではアクションシーンの撮影中に肋骨骨折で入院したり。ちなみにこの骨折により2日間撮影が中止してしまったようです。これ以外にも指の骨折や手首の骨折などもあったそう。熱血司祭で正義感に満ち溢れている人物でしたが、多血質のカトリック司祭キム・ヘール役に扮し熱演すると、あまりにもアクションシーンが多く代役を使わないため、キム・ナムギルさんはすでに指と手首を骨折していました。さらに肋骨まで骨折し入院することになり、ファンから心配の声が上がっていました。もちろん安全を期して撮影はしているとは思いますが、怪我が続くとファンの方も心配になってしまいますよね。またキム・ナムギルさんは未だに一人暮らしをしたことがないことで知られています。実際の彼が親と一緒に実家で暮らしているようです。一人暮らしは静かで寂しいので、実家に住んでいるようです。そんな寂しがり屋のキム・ナムギルさんは実家でペットも飼っています。一見クールに見えて、実は愛嬌満載。毎作品ごとに様々な役どころを見事演じて見せる俳優キム・ナムギルさん。これからもシリアスだけでなく、コミカルな作品にも挑戦してもらい、また新たなキム・ナムギルさんの演技を期待したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。